大統領令の対象となった7カ国テロリストの入国からアメリカ合衆国を守る大統領令は2017年1月27日にアメリカのドナルド・トランプ大統領が署名した大統領令である2021年1月20日、ジョー・バイデン大統領により廃止された国外からのテロリストの入国を阻止するためより厳格な入国審査制度の確立と その間の難民の受け入れ及び中東、アフリカの一部の国民のアメリカ合衆国への入国制限を命じる。これにより、アメリカ難民受け入れプログラムは1 0 2日間停止された後、個々の国ごとに再開される。イラク、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンの国民の入国は詐称の有無にかかわらず90日間禁止された後、国民の受け入れを停止する国の一覧が定められる。 シリア国民の入国に関しては、ケースバイケースの例外を除いて、殺傷の有無に関わらず、無期限に停止されるが、国土安全保障省は、当初の方針を変更し、永住権保持者に関しては、大統領令の対象外となると発表した。トランプ大統領が署名した1月27日から1月29日までの、期間で375人が、アメリカ合衆国への入国を拒否された。 この大統領令は国際的に非難を浴び、ジョン・ F ・ケネディ国際空港などアメリカの主要空港で抗議デモが相次いで発生した。アメリカ自由人権協会は大統領令の施行を阻止するためトランプ大統領を提訴した。アメリカ合衆国連邦裁判所のブルックリン支部が1月28日に大統領令の一部を停止したが、合憲性については判断を下さなかった。 1>, 1月29日には、ボストンの裁判所が、大統領令がなかった場合に入国できたであろう人については、交流を禁止すると判断した。これにより、ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港では、禁止された7カ国から来る合法な移民の入国が、許可されることとなった。判決後も、国土安全保障省は、大統領令の全体を施行することを表明し、 禁止された国々からの入国を引き続き拒否する意向を示している。28日以降も旅行者の交流は続いていて、家族、友人に会うことや法的支援を受けることができない状況が続いた。2月3日には、ワシントン州シアトルの連邦裁判所が大統領令執行を一時差し止める命令を出した。命令は、全米の入管で効力を持つ。これを受け同日夜、 税関、国境警備局は、主要航空各社に対し、入国禁止とされていた7カ国からの乗客が、アメリカ行きの便に搭乗することを認めるとの方針を伝え、国土安全保障省も大統領令の執行を停止することを表明した。また、国務省も大統領令に基づいて、ビザを無効とした措置を取り消すことを発表した。これにより、 続々と7カ国の人々が入国してきている。政権側は判決を不服として連邦控訴裁判所に上訴したが2月9日に退けられた。その後、トランプは3月6日に大統領令13,769号の中身を若干緩和した大統領令13,780号に署名し、ハーイ州連邦地方裁判所により、 発行予定前日の3月15日に再び差し止めとなったものの6月26日に連邦最高裁が部分的な執行を認める判断を下した9月24日にトランプは大統領令13,769号を更新する大統領令13,780号に署名したスーダンが入国禁止から除外され新たに北朝鮮 ベネズエラチャドが追加された。2021年1月20日、新大統領である、ジョー・バイデンによりこの大統領令は廃止された。ありがとうございます。